両西両母参考地廃所きつ塚古墳は、奈良県大和高田市池田にある古墳。形状は、前方公園墳。うまみ古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被装者は明らかでないが、区内庁により、両西両母参考地として、両母参考地に事情されている。奈良本地西部、うまみ丘陵,陵南端において、月山古墳の南側に並行して築造された古墳である。 これまでに発掘調査は実施されていない。噴景は前方五円形で前方部を東方向に向ける。噴景表面からの出土遺物としては埴輪がある。噴景周囲には集合が巡らされており、現在もため池、水田として依存する。主体部の埋葬施設は明らかでない。池田集落にある地蔵堂には兵庫県加古川流域産の清掃。 ハイアロクラスタイト製の長持ち形石棺外石を転用した石棺物があるほか、北西のカスガ神社境内には長持ち形石棺の底石があり、これらを本古墳のものとする説が挙げられている。また周辺には古墳数基が分布しており、そのうち五基が区内町によって倍町に事情されている。この木ツ塚古墳は古墳時代中期後半の5世紀後半頃の築造と、 推定され、月山古墳よりも、新しい時期に位置づけられる。実際の被装者は明らかでないが、第23代、建造天皇皇后のナンバオの女王の墓とする説があり、現在では、宮内庁により両母参考地に事情されている。月山古墳群国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。古墳の規模は次の通り、 区内庁によって事情されている場合は次の5期。ありがとうございます。